にちは、カブパパです。今ね、8時43分ですね。今日はですね、日光に来てます。こっち側の中禅寺湖ですね。この道はですね、中禅寺湖、一周できる小道なんですが、旧イタリア大使館の別荘の方にですね、向かってます。今日は山登るというよりもですね、ちょっと中禅寺湖畔の綺麗なところこうちょっと散歩してですね、外でおにぎりなんか食ってみようかなと、そんな感じです。イタリア大使館別荘記念公園ですか。本当に別荘が欲しいなって思っちゃいますよね、こういうところに。こういうところじゃなくても欲しいんだけど、カブパパ的定番コースで、こっからですね、浜に出ます。だいぶ水がね、引いちゃってますね。普段の波打ち際はそこら辺ですね、ちょうど緑がなくなってるあたりだから、桟橋も全部露出しちゃってますけど、南泰山ぶーっと来て、あっちは白根山ですね。ちなみにね、あの山が社山で、向こう側の山が黒火岳って言ったかな。半月山はこっちですね。あそこが半月山ですね。では浜沿いに歩いてきます。ここがですね、ムジナクボの分岐のところのゲートです。じゃあ汗形峠方面にちょっと行ってみたいと思います。千住ヶ浜まで 10.8 キロ。でも行けちゃうと思うよ。千住ヶ浜まで行ったら、バスで帰ってきちゃうよ。お金持ってきてる。お金あるよ。バス代さえあれば、行っちゃう？南岸を。じゃあですね、実は今日ちょっと半月峠の方登ろうと思ったんですが、時間はね遅いんだけど、天気もいいし、風も乾いてるんで、千住ヶ浜まで、10キロちょっと、いや、3時間だな。だいたい3時間ちょっとかかるんで、お昼過ぎぐらい、千住ヶ浜着予定で、中禅寺湖の南岸をですね、歩いてみたいと思います。カブママさんはこのコース歩いたことないんで、いいと思うんですけど、ここはね、地図見れば分かるんですけど、途中で休憩ポイントも何もないし、途中で車が入ってこれなくなるんで、もし怪我をしたりですね、なんかハプニングがあっても 100% 自己責任のコーナーですんで、楽しいですが気をつけていきたいと思います。
セミの声が好き。何ゼミだか分かんないけど、いいね。中禅寺湖南岸は誰もいねえで、あ、釣り人がいる。八丁出島があそこですね。まあ、南大山があって、あそこにあの中尊寺の町が見えてます。今日はね、ここでこっから見る限りでも釣り人が 1,2,3 こっちも入れて 7,8 人いますね。まあ、絶好の釣り日和のようですね。僕は釣りやんないんで分かんないけど、今9時34分ですね。順調に来てます。では畔方峠まで行きましょう。はい、ここがですね、畔方ですね。まあ、畔方とか畔方とかいろいろ呼び方ありますけど、ここで分岐になります。ここをね、ずっと登っていくと、僕は去年の9月にここ登ってですね、斜山に、まあ、斜山ってこっち側の山ですけど、登りました。今日はですね、まあ、登らず、行きたいと思います。ちょうどこの辺はですね、ベンチがありますけど、神津家島がですね、ちょっと、この先っちょがね、神津家島なんだけど、ちょっと降りるのもめんどくさい。でもせっかくだ、ちょっと降りてみる。本当ね、目の前50メーターぐらい先にあります神津家島です。で、本当に歩いて渡れそうな感じで、水が少ないんですね。いつもこの辺なんて湖の底ですもんね。お、アストリア号、アストリア号だっけ。では10時9分出発です。10時28分大日崎ですね。はい、とりあえずここがね、中禅寺湖南岸で、まあ、一番こうぴょこんと飛び出てる、そんな、まあ、先って岬ですね。ここまで行くとね、あそこがわかるかな、勝負ヶ浜がよく見えます。よくカヤックで遊んでるあたりがあの辺ですね。 あと2時間ぐらいで千住川です。今10時50分、松ヶ崎ですね。ちょうどね、ここから、勝負ヶ浜の方に向かっ
まあ、線を引いてですね、西が禁漁区で東側の、まあ、とりあえず釣りはしていいというところの境の岬になります。あっちが勝負ヶ浜ですね。テントがバラーと見えます。今日は日曜ですから、あのテントは今日の午後には、まあ、全部なくなっちゃうと思います。こっちの方が歩きがいあるでしょ。声がすると思ったらこいつらだ。この白岩ですね、展望台あっちです。ちょっと展望台寄り道していきましょう。あ、誰かいる。おお、いっぱいいるぞ。11時50分、白岩ですね。よいしょ。お、ここから下は断崖絶壁なんで、ちなみにこんな感じ。あそこがね、あそこが赤い岩、まあ赤くなってるけどね。僕はいつも僕がカヤックの基地にしている金谷のボートハウスですね。勝負釜、テントなくなっちゃいましたね。もうね、あそこは南大山の大崩れ。おおって感じ。ではそうね、じゃあ白岩を後にして千住ヶ浜急ぎます。12時9分、ボンジー岩が見えないけど、ボンジー岩のとこまで来ました。あと、そうね、約1時間ちょいぐらいかな、千住ヶ浜まで。なんか今日初めて山歩きらしいところに。
浜来市いまいち不明。ここが黒尾岳分岐ですね。あんな柱がそうなんだ。ああ、なるほど。そうですか。OK、行きましょう。千住ヶ浜に出てきた。まあ浜向こうだけど、まだ着いてないよ。さあ出た。千住ヶ浜だ。いや、よく歩いてきた。揺れる揺れる。呼ぶね。到着。中禅寺湖です。千住ヶ浜に到着です。111。なんか縁起がいいね。ピンピンピン。あ、ちょうどアストリアが来た。